どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こちらやってみました。ゴムを隠す斬新なポニーテールアレンジをやってみました。このやり方だったら簡単にちょっとルーズな感じに出るんですけど、ちょっとこうパサつきも少し若干出てきてしまうんですね。そうした時にやっぱちょっと引き出した方が綺麗に逆に見えるので、引き出していつもパサパサになるっていう方は、多分この方法だと引き出したら逆に綺麗になるよっていう感じになるかなと思いますので、いつもポニーテールアレンジでちょっとこうマンネリ化してる方、よかったらこの方法一回ちょっと試してみてください。それでは動画をどうぞ。鉢植えの髪の毛を取り分けていきます。後ろでまとめてゴムで結んでいきます。真ん中に空洞を開けて少しずらしていきます。下の髪の毛をまとめて、上の髪の毛を1回転ねじって、輪っかがあるので、その輪っかから下の髪の毛を出していきます。出したら下のゴムで結んでいる髪の毛ですね、を大体2つぐらいに分けて、そのままギュッと縛っていきます。縛るとこういう風に毛羽立ちが出てくるかなと思います。毛羽立ちが出てきている部分ですねを、根元の部分を持ちながら毛羽立ちが出ている部分を少し広げます。すると出す部分でその毛羽立ちの部分とこう合わさって結構まとまりが出てるように見えます。ある程度これでちょっとボケたりとかして毛羽立ちがわからなくなるんですけど、やっぱこう短い髪の毛だったりとか、こうすきばさみで髪の毛を切っていると細かい髪の毛も出てくるので、色っぽスティックでその部分を軽く溶かしていきます。先ほどの毛羽立ちが結構なくなった感じになってます。お好みで毛先を巻いたら、こんな感じで仕上がりました。ゴムを隠す斬新なポニーテールアレンジになります。よかったら参考にしてみてください。Thank you.